こんばんは。春風旅行者の佐藤でございます。今回はスウェーデンですね。スウェーデンの中のガムラスタンっていう場所ですね。これ行かれた方ならですね、はい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 っていうふうに思われると思うんですけども、ガムラスタン、そんなとこ聞いたことないって思われる方もいらっしゃると思うので、ご案内してみたいと思います。このガムラスタンというのはですね、ストックホルム、スウェーデンの首都ですね。そのストックホルムの中にあるエリアなんですね。例えば日本でいうと、例えば表参道とか新宿とかで、そんな感じの、エリアというか街なんですね。でこのガムラスタンというのはですね、このストックホルムというのは皆様ご存知のように水と緑のですね、本当に美しい、北欧の中でも群を抜いて美しい街なんですけれども、この三角形みたいなちょっとこう台形っぽいようなこの島、島といってもですね、あちこちがこう橋で通じているので、陸地と何ら変わらないんですけれども、そこがガムラスタンなんですね。でこのガムラスタンってどういう意味っていうことなんですけども、これですね、古い町まんまじゃんみたいな感じでですね、ストックホルム旧市街っていうふうに簡単に言えばそんな感じになるところなんですね。で観光客の方が一番多く訪れるところ、それがガムラスタンなんですね。ストックホルムマラソンなんかあった時もここ通ったりとかですね、ストックホルムではアイアンマンレースなんかもやるんですけども、その時もこのガムラスタン通ったりするんですね。やっぱりこう一番人気の場所なんですね。でですね、航空写真で見てみるとよくわかるんですけども、このなんかちょっと三角形っぽいような島、これがガムラスタンなんですね。でここにですね、世界中からの観光客のお客様がこうギューッと集まってくるという、そういう素晴らしい場所なんですね。でなんでここにお客様がぐっと集まってくるのかっていうとですね、なんといってもですね、スウェーデン王宮があるんですね。まずはそれをこう見たいと。でですね、ちょっと北の方に行くとですね、スウェーデン のストックホルムの中央駅とかありますので、交通の便も非常にいいですし、ここにもですね、駅がありますので、降りてですね、本当にもう徒歩で歩ける範囲の広さなので、まずはスウェーデン王宮を見ると。その後ですね、旧市街なのでやっぱりね、道がそんなに大きくないんですよ。これ旧市街の写真なんで、ガムラスタンの写真なんですけれども、ここは割と広くて、ちょっとこうテーブルが出てたりですね、いろんなお店とかが軒をこう並べてるような、そんな感じのちょっと広めの通りなんですけれども、実はですね、メインっていうことはないんですけども、多いのはですね、こういう細い通りなんですよ。旧市街なので、もちろんこういうところ車入れませんし、車は通りますよ。ってでも、こういう狭いところは当然入れるわけないので、こういうですね、狭い通りをこういろいろこう回ってみると、でこの写真でもですね、ちょっと見えにくいんですけれども、実は中の方にこうお店があるんですよ。ここそのものが非常に有名なところなので、もう裏だろうが表だろうが、いろんなところにこうお店があると。でこれなんかですね、お店なんかがある、ちょっとした通りなんですけれども、もっとすごいのはですね、ここの写真なんですけれども、実は道幅が1メートルないんですよ。ですからお客様は通れますね。お客様は通れますけども、通れない人がいるかもしれないような、そんなですね、旧市街ならではのこう細い道幅、ちょっとうねうねしてたりですね、こう迷路っぽくなっているようなところを、逆に楽しんでいただくと。まずは、スウェーデン王宮ですね。このスウェーデン王宮をご覧いただいて、そこからですね、いろんなお店とか、お土産物屋さんだったり、日用雑貨だったり、可愛い物屋さんだったり、もちろんその飲食に関わるお店とかもありますので、そういったところをですね、こうそぞろ歩きしながら、見ていただくと、そうするとですね、やっぱりちょっとこうお腹空いていきます。で小腹が空いたのでもいいですし、本格的にディナー食べようかなっていうのでもいいんですけれども、初めてスウェーデンに行かれた、もしくは初めてストックホルムに行かれたお客様であれば、もうおすすめするのはこれなんですね。これユルデンフレーデンでしたかね。フレーデンっていう、レストランなんですけれども、とにかく歴史が古いです。でですね、ギネスも認定しているぐらい古くてですね、1722年の、開業ですので、もう300年近く、営業をしているとい うレストランなんですね。でしかもですね、スウェーデンでもものすごく有名、もちろんストックホルムでもものすごく有名ですけれども、結局パリなんかでよくその画家の誰それがここに通ってた風景とみたいな感じでですね、その作家とかですね、芸術家の方がここにこうよく足しげく通っていたと。でですね、このレストランのいいところはですね、その1700年代からですね、内装が変わってないっていうところなんですよ。こういうですね、ちょっと薄暗っぽいような、少しこう、なんていうんですかね、こう
明るさのトーンを落として、まあ、ディナーをいただくというのは割とヨーロッパの人たちが好むんですけれども、まあ、そんな雰囲気でですね、こうちょっと天井なんかもですね、割とこうラウンドさせて作っていたりするんですね。でいくつかのこうお部屋があるんですけれども、まあ、こういうですね、非常にこう雰囲気のあるような、こう上だけ見ると教会みたいな感じもしますけれども、まあ、こういうお店が、お部屋があるわけなんですね。でこのフレーデンのレストランでですね、一番有名なお部屋っていうのがですね、ベルマンでしたかね、そういうこういうお部屋があるんです。でこのお部屋なぜ有名なのかというとですね、スウェーデンのアカデミー、スウェーデン王立アカデミーの人たちが定期的にここでお食事をするんですね。でスウェーデン王立アカデミーって何してる人たちなのっていうとですね、まあ、簡単に言うとノーベル賞を決めてる人たちなんですよ。ですからですね、例えばこう食事なんかしているときに、まあ、もちろん皆さんスウェーデン語で話す、スウェーデン語と英語が混じったようなので話すんですけども、今年の文学賞誰にする、そろそろかどうかの村上春樹さん行くかみたいな、いいんだけどね、ノルウェーの森すっごいいい小説だったんだけど、どうせならスウェーデンのなんとかっていうのも書いてくれたらもう一発 OK なんだけどなみたいな、そんな会話するわけないですよね。まあそんな話が部外に漏れるような話をここでするわけはないんですけれども、まあ、知ってる人が見ると、あ、王立アカデミーの人だ、まあ、スウェーデンの人以外は分かんないと思いますけどね、まあ、そういうふうなですね、それは間違いなくここでお食事してるのは、定期的にお食事してるのは間違いないんで、まあ、そういうですね、ひょっとしたらその人たちに、まあ、偶然遭遇するかもしれない。ぜひ村上春樹をみたいな感じでですね、もう何年もみんな日本人は待ってますからね、ノーベル賞ですね、文学賞ですね、まあ、なんとかその推挙していただきたいなというふうに思うもんですけれども、まあ、それほどまでに有名なのがこのブレーメンっていう、まあ、ギネスにも載るほどの歴史のあるレストランですね。まあ、先ほど申しましたようにですね、このガムラスさんというところはまず王宮があります。で王宮があって、今回なぜ王宮を紹介しないのかというと、まあ、王宮はまた後でしょう、別の時に紹介しますけど、まずは花より団子みたいな感じでですね、まずこの、まあ、ガムラスさんという場所に関しての説明と、そして、まあ、迷路のように楽しめる、まあ、少しぐらい歩いてもですね、なんかわけわからない、 どこに行ったかわからなくなっても、大きな道に出るか海に出ますので、もうほとんど心配いらないです。で治安もいい、歩行ですからね、治安も非常にいいです。で英語も抜群に通じます。まあ歩行の人で英語を喋られない人ってほとんどいないので、もうほとんど問題ないですね。そしてお腹が空いたら、先ほどの歴史的に有名なレストラン、のフレーデンですね、そこでまあちょっとこうお食事をいただいたところでですね、またこうスウェーデンの、まあ、特にあのレストランで食べたっていうのはこうちょっとこう、まあ、自慢にもなりますし、こう、まあ、お店をバックにですね、写真を撮ったりするとインスタ映えしますし、まあ、そういったのですね、こういろんなことをしながらですね、こう、まあ、次回、まあ、今はちょっとこう難しいですけれども、まあ、今年の夏秋どうですかね、スウェーデンに行けるようなことがあって、もし、ストックホルムに行かれましたら、まあ、初めて行かれる方はですね、ぜひガムラスさんの王宮から、そして街歩き、そしてお腹が空いて、フレーデンのレストランというふうにですね、まあ、もちろんですね、ディナーとかされるんであればもう予約をされた方がいいと思いますけれども、まあ、そういうふうにですね、こうちょっとしたルートで、まあ、楽しんでいただければ時間の節約にもなりますし、スウェーデンストックホルムの旅行がですね、またこう一つちょっと違った深い思い出になればいいんじゃないかと思います。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。